牧野さんちっす、どうも。なんか牧野は信用できるとかって人だよね。あんま詳しく知らないですけど。昔、ハトロダっていうね、サイトがあってね、まあ、ニコ生、今見てる人は多分知ってる人多いと思うけど、あそこでなんか、ハトロダでいつも牧野は信用できるって書いてあった。あと、ゲルゲさんっていうのかな。多分ゲルゲさんだと思うんですけど、ゲルゲさんわかんないけど、なんかこう、変な、うんこ座りして、なんかこう、ご飯をなんか持って、うんこ座りしながらご飯を持ってたのを、なんかうんこ座りとかってなんかずっといじられてたやつ見てた。見て。バカ野郎が何やってんだよ。クソ野郎。見て払ったけど。取った取った。ほら。見て払えよな。特色が来てんだからよ。人に割られるからよ。親は割られんだから。2万3000が払えねんかよ、お前。こっちなんか国民健康保険税2万円もらったんだからよ。お前のおかげで2万だよ、国民健康保険税が。ほらね、なさらに1ヶ月2000円しかかかってねえんだよ。医者にね。金がみんな上がっちゃうのよ、私のね。悪いけどね、私の税金をこぼすよ。そんなにやったらこぼさないでね、だらだら。こんないい年こいてマイベロのこんなバカみたいなものをいくつも買って、ほんと頭弱いわ。車の税金払いよ。あー置いてけよ、それ。あー、換気漏れだ、これ決まっちゃう、これ。あ、今日どっかへ出かけんなら、おめえ治療してこいよ、あれを。おめえが買ったシャウエッセやんべ。なあ、あれ、あれだいな、300いくらだいな。おめえ、あれ、赤薬局はあれ、ちょっぴょうなし、日清の、あ、日水のシャウエッセがね、100円安い。200いくら。4個。いつもじゃねえけどね、売り出しの時、もう売り出し終わったけど、あー一つで100円違うんだ。3つ買ううちにはじゃあ、ねえ、あれだよね、3つ買ううちには1つ余分に買えるよね。あー、また値段なくて、飲むじゃねえよ、なくなるから買ってこよう。が、決まり。あー、これ決まっちゃう、これ。いいけど買ってきてくれ。これ決まっちゃう、これ買ってきてくれ。悪いけど、あいつ足悪くて言えねえから、ね。ああ、もうないじゃん。あんた買ってきてよ、悪いけど。もうないじゃないですか。買ってきてよ。赤薬局で安いから、低脂肪牛乳は。みんな飲んじゃ困るやん、あんた。こっちが飲むもんがねえから。そうでしょ。みんな飲んじゃんだよ、一つ。頭くるんだ、あんた。買い物いけねえんだから。ああ違う。ああ違う、向こう行け。うわ、決まっちゃう、これ。お前見てなく、違う、向こう行け。ああ。特色は払わねえような予定やろうだから。贅沢してもな。こぼすんじゃねえよ、ソニー。向こう行けっつんだよ、どんどん。くそ野郎。掃除拭くんじゃねえよ、そら。こっちだよ。じゃあ、拭いといて、よしです。向こう行けよ。めったに人の用増やすんじゃねえよ、くそ野郎が。こっち来んな、もう二度と。よそ野郎。ピッコロ大魔王みたいなのが生まれちゃうかもしれない、口から。ポコペン、ポコペン、誰がつっついたポコペン。口の中からポンさんを産んじゃいそうな気がした。口の中からポンさんを産んでしまいそうな気がした、今。